どう、フルバングめっちゃ可愛くない？どうも、フルバングにしたお花です。皆さんこんにちは、お花です。今日はユニクロの購入品紹介をしていきたいと思います。まあ、購入品っていうよりかは、まあ、コーデ紹介に近いんですけど、ユニクロのアイテムを4つ買ったんですけど、4つのアイテム紹介とちょっとコーディネートを交えた動画にしていきたいと思うので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。で、今回はワンピース系1つとボトムス1個とを2つ買いました。なのでその4点を紹介していきたいと思います。フルバングめっちゃ可愛くない？そう、ちょうど昨日ね、美容師さんにやってもらったんですけど、こんな感じ、フルバング。それでは行ってきます。はい、それでは1つ目から紹介していきたいと思います。サロペットなんですけど、ね、多分新作かなが出ました。じゃん。なんかちょっと今全身全部見えないんですけど、こんな感じのサロペットを買いました。これがリネンブレンドサロペット、カラーが9番のブラックのサイズが M サイズ、お値段が4990円です。リネンっていうこともあって、すごい生地がね薄めで、夏にすごいおすすめできるサロペットかなって思うんですけど、黒のねサロペット着たことがなくて、なんだろう、黒いワンピースとかだったらあるんですけど、なんかすごい新鮮なアイテムだったのでちょっと買ってみました。この間お休みの日に来たんですけど、これがこんな感じ。まあサロペットということもあって、こんな感じ のデザインになってて、前はこんな感じ のあれなんですけど、後ろがなんかゴムになって、めっちゃ可愛くない？ゴムになってるところもまたポイントなのかなって思うくらいの可愛さです。サロペットなので下はパンツになってます。黒いワンピースとまた違った雰囲気を持ってて、シックな雰囲気かつ上品なコーディネートに取りやってくれるん？上品？そう、めっちゃ可愛い。なんか私ね、タックワイドパンツを持ってるんですけど、ブラウンのね、結構よく頻繁に履いてるんですけど、それの色違いを買いました。じゃん、チェック柄です。あんまり履かないんですけど、ちょっと新鮮なので買ってみました。タックワイドパンツ、2タックチェック柄の69センチから70センチの標準丈です、の31番のベージュを買いました。これ結構前に出たアイテムなので、お値段が安くなってました。2990円です。サイズが M サイズ、こんな感じのね柄になってて、きれいめよりな柄になってて、ちょっとオフィスカジュアルっぽいのかなって思います。センタープレスがしっかりきれいに入ってて、このタックもすごいきれいで、ハイウエストにすごい見せてくれるのかなって思います。色味はこんな感じかな。で、最後の2つはトップスなんですけど、これは半袖のシャツ2つ買いました。じゃん、 JWA のシャツです。JWA のリラックスシャツのカラーがホワイトで、 M サイズを買いました。お値段が1990円です。これも前に出た商品なのでお安くなってました。なんか普通のユニクロじゃなくて JWA がいいというわけじゃなくて、単純にシャツってインナーとしても着れるから、別になんか何でもよくて、目に留まったので買ってみたんですけど、なんかねすごいね、生地がねサラサラしてるの、こんな感じで生地がね固めの生地でパリパリしてて、すごいおすすめできる生地感かなって思います。まあ、半袖なのでこんな感じの丈で、1枚でこう夏さらっと着たいなっていう時とかおすすめできるし、私結構長袖の白シャツを持ってるんですけど、夏ねなんかまくって着るのも可愛いんですけど、やっぱ暑いから半袖のシャツ着たいなって思う時に着るとまたいいのかなと思って買ってみました。最後はじゃん、タグがついてるんですけどこれも JWA のシャツです。これがストライプリラックスシャツの63番ブルー M サイズを買いました。お値段がこれも1990円です。今回ユニクロのアイテムをなんか探してる時に、そんなねなんかピンとくるものがなくて、どうせだったらなんか着回しできそうなシャツを買おうと思って、ブルーのストライプ柄のシャツを買いました。襟元が白になってて、私この組み合わせがねめっちゃ好きなの。なんかブルーのストライプに襟が白になってるデザインがめちゃめちゃ好きで、こんな感じの色味で、まあ、襟が白かな。これの特徴が後ろがね白なの、ほら面白いよね。そう、後ろがなんかちょっと半分切り替えで白になってて、個性的なデザインかなって思います。これも後で着てみるんですけど、これはね絶対デニムに合わせたいなって思います。では以上の4点を使ってコーディネートちょっと組んでいきたいと思うので、着替えてきます。1つ目は JWA のシャツを着てみました。こんな感じ、髪を結びました。こんな感じでちょっと単色系でまとめてみました。今タックインしてるんですけど、タックインしないで着るとこんな感じです。で、
ちょっとラフな感じになるのかなって思います。これもまた可愛いかなって思うんですけど、私はタックインしてた方が好きです。ちょっとラフな感じなので、こういうトートバッグとか合わせてちょっとシンプルめに着てあげるといいです。まあ、骨格ストレートっていうこともあって、ハイウエストに見せたいなっていうこともあるので、なんかタックインする方が私はおすすめできます。全然透けない感じのシャツで、まあ、スカートに合わせてるんですけど、こんな感じの丈感です。ここにねちょっとスリットが入ってるところがまたポイントで可愛いです。で今ちょうど上半身を見せてるんですけど、パッツとさあこんな感じで、すごいねシックな感じでめちゃめちゃ可愛いの。今モノトーンで合わせてみたんですけど、中にシャツを着てます。こんな感じです。でサンペットねあんまり着たことなかったんですけど、なんか白とかはあったかなって思うんですけど、黒がなくてすごい上品な感じの雰囲気を持ってて、めっちゃドストライクなアイテムなので買って正解だったと思います。背をね高く見せてくれる効果もありつつも、スタイルをよく見せてくれるので、1枚でさらっと着れるし、身長高く見えるし、なんかスタイルよく見えるしみたいな、いいとこ取りでしかないサロペットです。まずね黒いの合わせてみたんですけど、かわいい。生地はすごい薄めなので、夏この長袖のシャツをレイヤードしてもめっちゃ可愛いし、なんかさっき着た白シャツを着てあげてもベストかなって思います。カゴバッグとか合わせても可愛いかなって思います。シンプルトートバッグとか合わせると可愛いです。3つ目はタックワイドパンツを履いてます。すごいウエストラインを綺麗に見せてくれるし、このチェックが入ってるので、なんだろう、着てて飽きないかなって思います。と今ねバッグ合わせてみたんですけど、こんな感じでちょっと足元とバッグはクルクルで合わせて、可愛いよねこのコーディネート。上品なコーディネートとか、ちょっとオフィスカジュアルっぽい雰囲気に寄せてくれます。いつもと違った雰囲気が出るので可愛いかなって思います。ちょっとこういう時はネイビーのカーディガンとかを合わせてあげると、またコーディネートの雰囲気が変わるので、このボトムスもすごい合わせやすいかなって思います。めっちゃ可愛くない？この JWA のシャツ。最後はこのストライプのシャツを着てみたんですけど、やっぱりこのストライプのその色味にこの白襟がめちゃめちゃ合ってて、こんな感じの生地感で、後ろがこういうデザインになってます。個性的かなって思うんですけど、それもまた可愛い。で今ねデニムに合わせてるんですけど、タックインしないとこのくらいの丈感です。インするとこんな感じで綺麗に見せることができるかなって思います。やっぱりデニムにストライプシャツはもう抜群に相性がいいので、みんなもやってほしいです。でバッグはこういうちょっとショルダーバッグで、なんかちょっとラフに身につけて、こんな感じでちょっとスポークシューズを合わせてみて、全体はこんな感じです。めちゃめちゃハイウエストのデニムを履いてるんですけど、このデニムにこのシャツをタックインすることでバランスの取れたコーディネートで、ハイウエストなんだろう、すごい爽やかなブルーの色味なので夏らしい雰囲気を作ってくれて、めちゃめちゃこの夏いっぱい着たいなって思います。はい、こんな感じで私のユニクロの購入品紹介とコーディネートの紹介はおしまいです。なんかいつもよりちょっとアイテムが少なかったんですけど、そのアイテムが少ない中でどう着回しができるかとか、なんかこう考えながら店頭で買い物してたんですけど、なんかそれはそれで楽しいです。購入品の数が多ければ多いほどすごいコーディネートの幅も広がると思うんですけど、その数少ないアイテムの中でどうコーディネートを組むかっていうのもすごい楽しいかなって思います。なのでね、今回のね購入品紹介がすごい楽しかったです。ユニクロのアイテムは手に取りやすい価格だし、大学生の方とかプチプラで探してるよとかユニクロ好きな方とかにすごいおすすめできるアイテムを今回紹介したので、ぜひ店頭に行ってちょっとチェックしてみてくれたら嬉しいです。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。インスタウェア、TikTok やってるので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、お花でした。バイバーイ。